幸せに生きると書いて、構成です。はい、今日はですね、本当は今日は動画を出す予定ではなかったのですが、もう信じられないことが起こりましたので、ぜひ皆様に共有させていただきたく、急遽動画撮影させていただきました。本当に視聴者の皆様のおかげさまで奇跡が起こりました。8月9日月曜日にアップロードさせていただきました動画の中で、私構成校長のレシピ本の初出版のご報告をさせていただいたんですけど、なんとですね、視聴者の皆様のおかげさまで、名だたるすごい本がある中で、丸々2日間、Amazon のレシピ本、料理本だけではなくて、すべての本の総合ランキングで、なんと1位を獲得させていただくことができました。まだ発売前にもかかわらず、ご予約の段階でベストセラーになることができました。本当に、本当にありがとうございます。現在も動画アップロードさせていただいて3日経っているにもかかわらず、 Amazon でベストセラー1位を継続させていただいております。もう本当に凄すぎて、何が起こっているのか分かっていません。視聴者の皆様のおかげさま以外の何者でもありません。皆さん本当に凄すぎです。そして熱すぎです。本当に打ち震えました。本当に皆様ありがとうございます。8月9日にアップロードさせていただきました動画の再生数やコメント数などもとんでもないことになっていて、いただいているコメントも一つ一つ大切に頭を下げながら、本当に噛み締めながらじっくり拝見させていただいております。僕が経営させていただいているお店の従業員さん、家族ともども含め、このような結果をいただきまして大変喜ばせていただいております。視聴者の皆様にこうやってご視聴していただけることや、温かいコメントの数々を見させていただいて深く勇気づけられております。なんで皆さんそんなに温かいんですか？なんで皆さんそんなに優しいんですか？視聴者の皆様からのとてつもない温かさを感じることができて涙が出ました。本当に深く深くありがとうございます。ただいま本の最終確認をさせていただいている段階で、私たち編集者さんやライターさんやデザイナーさんなど含む本の作成チームで、皆様に最後まで手を抜かず、いい本が届けられますように全力で真剣に、そして本気で取り組まさせていただいております。先ほども普通の人から見たらここはいいんじゃないかという部分まで、ライターさんと編集者さんで絶対この方が良くなるからという感じで意見が飛び交ったりしていました。とにかく最後の最後まで妥協せずに作り上げて、皆様により良い本をお届けできるように全力で頑張らせていただきます。一人一人の視聴者様が手に取った時に、本当に買ってよかったと言っていただけますように、改めまして視聴者の皆様、愛情と勇気と希望を与えてくださり、本当に本当にありがとうございました。そしてこれからもどうぞよろしくお願いいたします。